ハイムレ・ビボは、イスラエル・アシュドット出身の元サッカー選手。元イスラエル代表。現役時代のポジションは O、SH。2005年にニュースサイトワイネットが、一般大衆へ、世論調査した、素晴らしい、イスラエル人200人の92番目に選ばれている。伝統的な、ミズラヒムユダヤ人家族の下でアシュドットに生まれる。既婚者で3人の子供を授かっている。 16歳の時にハッポエル・アシュドッド FC のユースからガドナ・テルアビブ・イエフダ FC のユースに入団。同クラブにはシニアチームが存在しなかったため、18歳の時に自由遺跡のみとなった。ハポエル・クファルサバ FC とマッカビ・ペタクチクバ FC の両クラブに断られた後、19歳の時にギオラ・シュピーゲル監督率いるブネイエフダ・テルアビブ FC と契約し、 同じ都市を拠点とするライバルのハポエル・テルアビブ、FC と契約するまでの間に3期在籍した。ルーベン・アタールと交換する形で、マッカビハイファ FC と契約すると1期目に17得点を挙げ、アミール・ターグメントともに得点王に輝く。2期目は、左サイドから中央でのプレーを希望をしたことに、シュピーゲル監督は、当初難色を示すも、 スター選手との争いを避けるため最終的にアロン・ミズラヒを放出することになった。しかし、これが功を奏し、レビボは昨季以上に得点を重ねていき再び得点王に輝く活躍を見せた。その結果、スペイン一部のセルタ・デビーゴと契約することとなった。セルタでは地位を確立することになるが、移籍してからほどなくして1996年10月に、 ユダヤ教の食材日にあたるヨムキプルのため欠場を希望していたが最終的に試合開始時間を早めることに決定したことでスペイン全土で話題になった。フェネルバフチェース K でも在籍2期で成功を収め2001年にリーグ優勝に貢献したが他から有力な外国人選手が加入すると注目を失い 同じイスタンブールを拠点とするライバルのガラタサライ、SK と契約したことで様々な論争を引き起こした。ガラタサイで一期在籍後にイスラエルへ帰国し、FC アシュドットと契約。12試合に出場後に現役を引退。現在は実業家として成功を収め、過去には自身が所属したアシュドットのオーナーを務めていた。世代別代表としては、 1990年12月18日に、リスボンのエスタディオ・ダルスで行われた、ポルトガル戦で、アビ・ニムニトエアル・ベルコビッチと共に、U、U-18、それから1年半後に1992年5月13日の、ヘルツリーア・ムニシパル・スタジアムで行われた、トルコ戦で、U、U-21 代表初出場を飾った。U-21 代表初出場から半年後に、 ラマトガンスタジアムで行われた 1994FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選のスウェーデン戦で A 代表初出場を飾って以降、シュロモシャーフ監督の下で中心選手として3度の FIFA フフワールドカップヨーロッパ予選や UEFA 欧州選手権予選、新善試合26試合に出場した。1AB イスラエルプレイヤーオブザイヤー rssf.com ありがとうございます。